はい、皆さん、けましておめでとうございます。今年もね、マイペースで頑張っていきますんで、よろしくお願いいたします。ということで、年明け一発目の車載動画ということで、私は今、神戸六甲アイランドに来ております。からね、今から大阪の市内に移動するんでございますけれども、天保山かな、その辺大正区なんで天保山あたりぐらいまでちょっと動画に撮ってみようかなと思っております。それでやっていきましょう。まもなく右方向です。その先右方向、阪神高速入り口です。はい、今日はね、今日はというか関西は相変わらずいい天気でございますが、北陸もね、いい天気でなんか急に暖かくなったりするみたいでございますが、右方向です。ああ、しょ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 、最近はね、これちゃんと泊まれの場所で泊まらないとデジタコさんに怒られちゃうんだよね。停止線越えたりするとね、なんか見てるみたい。ここ曲がり方がよくわかんないな、これ右方向です。これどうやって曲がるんだ、これここまで出ていいのか。良さそうだね。線が消えてて全然見えない。よっ、からね、湾岸線でね、ビュート展望山まで行こうと思いますよ。夜も綺麗だけど、昼間もね綺麗なんですよ。よいしょ、新年早々ね、うちは下の子のレアさんのね、女性手術が無事終わりまして、これ左車線なくなるんじゃなかったかな。なんかそんな気がする。まあいいや、無事に女性手術が終わって、2匹ともこれでね、手術が終わったんでございますけれども、まあどっちもね、日帰りで無事に終わって、やっぱり左車線がなくなる、よかったなということで、そんな年明けでございますが、年明け、まあ、今日1月11日に撮ってるんですけど、2回目の運行になるのかな。6日からスタートして、ですぐ連休になって2発目ですね、神戸六甲に来てまして、まだまだ体が慣れないんですけど、本調子というか、今回はね、正月休みが結構長かったので、もうまだ休みモードがあまり抜けてないんですが、ここで左行けばいいかな。ただもう1月はね、連休がないので頑張っていこうと思います。体を慣れささないといけないんですけど、皆さんはどうやって慣れさせてるんだろう。
今日もね、関西はいい天気。ただね、気温はね、非常に低い4度しかない。風がね、すごい冷たいですね、今日は。今、朝9時なんですけど、4度しかない。あと、昨日、まあ、1月10日ですね、石川から出発して、竹富と敦賀の間の峠の道の駅越えたところのトンネルでね、土砂崩れがあって、まあ僕はね、なんか片側交互通行って書いてあって、10分ぐらい止まってたのかな。ではやっと動き出したなと思ったら、トンネルのこう隙間から岩が落ちてきてて、今日朝ニュース見たら8号線が通行止めになっておりました。去年の大雨からあの辺は、ね、地盤が緩んでるのかちょっと怖いなと思いながらも、おそらく、ね、今日明日中には解除になると思うんですが、動画が上がる頃にはもう解除になってて普通に走れるとは思うんですけれども、迂回路としてね、まあ、一回動画に上げたことある潮風ラインが迂回路ってなってたんですけど、あそこもあそこで片側交互通行だらけだから帰り渋滞するんだろうなと思いながら、早く解除されればいいなと思っておりますが、正月はね、まああのルーティン動画的な Vlog を上げましたけれども、あんな感じで1月の6日ぐらいに上げた動画かな。こんな感じで正月は特に、まあ、どこかに出かけてないわけではないんですけど、買い物とかはちょくちょくは行ってたんですけど、ほぼほぼ僕はゴロゴロ過ごさせていただいて、だらだら過ごしててもね、どこか連れてけって怒られない嫁さんに感謝をしながらのんびり過ごしてきましたけれども、そういえば5月からね、京橋、綾野、まあ、こっちじゃないんですけど、3号線、街中の方ですね、通行止めになるみたいなんでね、もう5月、ゴールデンウィーク明けぐらいからかな、多分。あんまり神戸方面は来たくないなと思いながらも、一番渋滞する区間でね、通行止めだとは大変なことになりそうなので、甲子園浜そうだ、そういえばね、まあこの辺の近くになるのかな、今クジラが、ね、ちょっとどこにいるかわかんないですけど、淀川の多分
分この辺ではないか、もうちょっと先行ったあたりにクジラが迷い込んでるみたいなんですけど、ニュースで出てましたけど、さすがにこう阪神高速からはわからないかなと思いながら、まあ、昨日来る時は夜だったんでね、さすがに分かんなかったんですけど、昼間でも見えないものかなと思いながら探しながら行きましょう。確かなんかニュースでユニバの近くだって言ってたような気がするので、まあ、あとね8キロぐらいで左側にユニバが見えるんですけど、まあただ向かって左にいるのか右にいるのかも分かってないんで、おそらく川って言ってたから左側にいるんだと思うんですけど、右がね大阪湾なので、結構ニュースで見た限りでは大きいクジラだったんで、まあうまいこと海に行ってくれればいいけどね。今日はなんか湾岸が空いてる気がするけど、こんなもんなのかな。なんかいつもよりトラックが少ない気がしなくもないですね、今日は。正月明け、大体こうこの業界は運送業、平に限ってなのか分かんないですけど、1月ってのは大体年明け暇になって、でこれから2月3月決算が増える時期にまた忙しくなって、ゴールデンウィーク明けにまた暇になってみたいな、そんなスペースなんです。最近はねあんまりそういういつものセオリーというか、なんかよくわかんないけどずっと忙しかったりねしますから、今年は皆さんどうなんでしょうね。なんだかんだこう荷物は動いてるっぽいので、量が多いのか少ないのかはねちょっと僕は分かんないんですけど、いやちょっと霞んでるな大阪の街、ビル群が曇って見えちゃう。この料金所ってもうないよ。料金所ありましたけど、昔はあったんだけど、あれまだあるんだけど、まあまあいいや。車線減少、車は右に。OK。早めに移動しておきます。何だろう、工事してんのか。久しぶりだからな、ここ通るの。ただ単に車線がなくなるのかな。あ、料金所あった。やっぱり、いや違ったわ、なかった。
のナビがさ、地図がさ、2016年でこう止まっててですね、更新が。この間ね、もう久しぶりに更新しようかなと思って、最近ずっとしてないなと思って。そろそろ更新回ぐらいしとこうかなーなんて思ってね、更新しようと思って、僕パナソニックのゴリラなんでね、パナソニックのホームページ開いてですね、さあやろうと思ったら、僕のナビはもう対応してないって、更新ができなくなっちゃってて、本当にこのナビ自体は僕が運転手になった時から使ってるナビなので、もう十何年経ってるんですけど、しばらくはね更新できてたんでやってたんですけど、こういう、なんだろう、大体どの辺とかまで行く分にはね、ナビは古くてもいいんですけど、お客さんの細かい住所とか入れるとなかったりするので、そろそろ買い替えた方がいいのかななんて思いながらもね、ここ人によっては携帯のナビがあるじゃんとか言われるんですけど、あんまりちょっとね携帯のナビがあんまりしっくりこなくて、どうしようかななんて思ってはいるんですが、さんとかね、いろいろあると思うんですけど、最近はね、皆さんこう運転手さんは携帯が多いのかな、わかんないですけど、さあそんなこと言ってる間にね、もうあとちょっとで天保山出口でございます。わ、なんかいっぱい来た車。あと1キロぐらい。まあね、こんな感じで今年もね、のんびりマイペースにやっていこうかなとは思っておりますので、皆さん今年もね、どうぞお付き合いいただければと思っております。まもなく左方向天保山出口、いろんなところのワンコのイベントとかも行きたいなぁなんて思っているので、県外のねイベントも含めて、まあどっかねイベント行くときは生放送なんかでこのイベント行くとかって言ってると思うか、こう切られば、まあ、リスナーさんでもね、気が向いたら会いに来ていただければありがたいかなと思っております。ここで出たらどこ行けばいいかわからんな、初めて降りるな、多分。いや、そんなことないのかな。およそ300メートル先、左折専用車線に注意してください。出口、信号注意、信号案内。このカーブで信号、怖い。お、ユニバが、ユニバのホテル。え、これはどっちどっち、まあ、すぐ行くな、これ どっち行けばいいか分からんね。まっすぐって書いてあるな。おお、怖いねこれ。急にこれ、こっちいればいいのかな。道が
よくわからんけど、まあとりあえずなんかまっすぐで良さそうだね。これどうまっすぐなんだろう。こういうことね。オッケーオッケー、なんか無事に行けそうでございますはい、そんなわけでね、今日もあの神戸六甲アイランドから天保山までね、湾岸線を走ってみました。新年一発目ということでね、皆さんまた仲良くしてくださいということで、次の動画でまたお会いしましょう。バカでした。バイバイ。